日テレミッドナイト週刊パソコンどんぶり、まずはヘッドラインニュースから。新しい NEC バリュースターはインターネットに強い。 ISDN ボードまたはファックスモデムボードを内蔵。このミニタワーモデルではペンティアム 200MHz 搭載など最高のスペック、情報の海も快適。ダイナブックのニューモデルはサブノート初のペンティアム 133MHz マシンポーテジェ、1677万色表示できる TFT 液晶、 PC カードスロットなど先端テク凝縮。ファックスモデムはいよいよ 33600bps 時代に。 TDK からは DF3314EX が新登場。通信ソフトや英文翻訳ソフトが付属。切手サイズのメモリー、 SSFDC 対応のスーパーファイリングチップと PC カードスロット用アダプター、メモリー新時代到来。スクリーンスタジオ、プログラミングの知識がなくても自分だけのアフターダーク用スクリーンセーバーモジュールが作れる Mac 用ソフト。絵を描いて動きを決めたら OK。 Mac 用通信ソフトの定番 JTERM がバージョンアップ。ユーザーインターフェースはさらに使いやすくなり、スクリプト機能も強化。テレネットなどさまざまな接続方式にも対応。今日はこちらのお宅にお邪魔します。さてどんな部屋なんでしょうね。お、なんか可愛らしい犬の絵はがきがたくさんあるな。お邪魔します。おやおや、あ、パソコンが何台もいっぱいありますね。あ、パソコンの画面には可愛い犬ちゃんの漫画がたくさん。これは一体。ここは私の部屋でした。そんな感じで今日は著名人有名人の方々のパソコンシステムを拝見に参ります。この番組はアスキーの提供でお送りします。ダーティーペアでおなじみ SF 作家の高千穂遥さんです。おま、よろしくお願いします。これがシステム。まあそうですね、原稿を書くシステムと言ってます。はい、表向きは。他に遊びもいろいろあるわけですね。ほとんど通信専用機と言われてますけど、通信もパソコン通信とかのいいところはですね、普通じゃ絶対知り合えない人と知り合えるってことなんですね。そうですね。そしてこれがまあ基本になるそのメインのパソコンですね。そこを開けると、ここにスイッチがついてて、これフロッピーで、これが CD の一つですね。そういうふうに CD 他に14枚入ってますけど、これ入れて全部で15枚使えるように、1回に使えるようになってますけど、CD ロムドライバーこのまだ奥にあるんですね。この2段重ねになってるのがですね、中道の7連装のあれを2台入れてまして、百科事典、国語辞典、英和辞典、それから鳥の図鑑とかですね、そういうものを一通り全部入れておきまして、それでいつでも原稿執筆中にチェックできるようにというふうにしてあるんです。このモニターはこれ何インチ？これ20インチですね。大きいですね。斜めになってますけども、視線が一番自然に使えるということでですね、そしてこのあちらの方にサブマシンとしてシンクパッドがありますね。置いてあります。で、常にこちらで原稿を書いたら、バックアップを向こうに送ってですね、やっぱり原稿が命ですから、そういうものは全部すぐに向こうへバックアップしておいて、それで常になくさないようになくさないようにしてる。山下先生、早速どうもおはようございます。おはようございます。これが、今一番新しいご自分のマシンという。そうですね、もう つい最近リニューアルしたやつなんですけども、今まではこれこっちを使ってたんですけど、ホームページを立ち上げたのは昨年の10月ですから、でそうなってくると当然こういうものが必要になってきて、ホームページを作ったりっていうことになってくると、とてもこの普及用のものだとちょっと容量が少なくなってきてしまって、本気で使い始めるとすぐ足らなくなっちゃいますね。それからこちらに行ったわけですよ。だから今これがメインでホームページを作る作業なんかもできるようになってるわけです。これがリブレットも買いましたね、最近書いた。これで、インターネットを見れると、というふうなことで、じゃあ外での通信用ですね。それからこれが電子カメラですね。あ、もうこれは欠かせませんね今ね。イエイ、はい、チーズ。
やっぱそのウクレレマンっていうキャラクターはご自身なわけですか？そうですね、僕の分身と言えるんじゃないでしょうか。コンピューターを使ってる部屋って言われアトリエに近い感じですよね。そうですね、アーティストの部屋おもちゃ屋さんというふうにも言われてます、ね、でここにまずモニターが斜めになってます。今トレンドのと言われる、はい、ご自分のホームページ。そうですね、僕のホームページです。はい、はい、ショックウェーブでアニメがインタラクティブに動いてます。はい、はい、これがつながってるのが、はい、7180AV というやつですね。はい、デュオドックがありますね。はい、あれに入れて使ってたというデュオが、まあ、こちら。そうです。はい、デュオ 280C280C で、はい、これに、マジックで落書きがしてありますが、これが、はい、あの有名な、はい、ロドニーさんというニューヨークのアーティストのですね、はい、ドローイングを描いてもらったんですが、やっぱりロドニーファンというか影響。そうですね、追っかけをずっとしてまして。追っかけですか？はい、もう今覚えられちゃってですね。そうか、ロドニーさん、木原さんの名と言われてますけど。で、僕もあの Mac でもう何年も絵描くんですけども、で、未だにあのタブレットがうまく使えなくて、はいはいはい、やっぱりタブレットでペンで絵を描くのはよくても、ええ、このメニュー操作やアイコンクリックしたりするのがマウスの方がなんか便利じゃないですか。で、どうしてもマウスでやっちゃうんですよ。あ、そうですか。どうなんでしょう、なんかうまく使うコツっていうのはタブレット。コツはもうマウス取っちゃうのがまず最初です。でもこれしか使わない。CM の後は気になるあの人のシステムに迫ります。この1枚の中に定番の5冊の辞書を収めてみました。5冊の辞書を一度に引くことができるので、どの辞書に相談するのか悩まなくてもう済みます。こんな辞書欲しかったんですよ。5つの辞書を串刺し検索、辞典版アスキーより発売中。これがこれからのスタンダード。パーソナルコンピューター情報誌 ICOM。皆さんはパソコンをお部屋のどこに置いてますか？パソコンの周りはきれいですか？パソコンをきれいに掃除してますか？ずっとパソコンを遅いと思ったことはないですか？本日発売のアイコンはあなたのパソコンとパソコンの周りを大改革する特集です。今日あなたのパソコンが変わります。 ICOM 8月15日号今日発売。さて、続いてお邪魔しますのはどうもパソコンジャンキーだという噂のあるルルルのルルルのおじさんの千葉茂さんの仕事場です。この人が千葉さんです。あ、どうもどうも、こんにちは。今日はちょっとパソコンどんぶりの取材で。あ、よろしくお願いします。あ、仕事中すいません、ね、ありがとうございます。これは一体何の仕事をしてる作業中なんですか？あ、今ね、あの CD ドラマの音楽の仕込みやってるんですよ。はい、うん、音楽の仕込みとかそういうことももう自分の声の仕事だけじゃなくて、うん、もう切ないですからね。あらゆることをやるわけですね、うん。これはダットですね。そうですね、ダットからそうですね、結構取り込んでごついダットのデッキですね、これも。あ、ダットの中でも高級な機種ですね、ここに Mac のちょっと前に出たクワドラ840、クワドラの840AV という機種ですね。で、やってて、このデータがはまた別にその外付けに入ってるんですか？あの音楽データはこちらの、はい、まあ、ここに今4ギガあるんですけど、2ギガが2台2ギガが2台ですね。千葉さんっていうのはもう新しい Mac もどんどん買い続ける人としてお馴染みなわけですが、なんかね、新しいもの好きっていうことはあるんですよね、だから最初買ってみて、まあ、いろいろやってますよね、そうするとまあちょっとこう足りない部分とか、あの、あ、もうちょっと上の機種だったらあのこんなことできるのになと思うと買っちゃうんですよ、だから今持って42台目ですかね。42台。だからこの前ね、簡単に計算してみたんですよ。いくらぐらい俺パソコンで使ったのかなと思ってね、3800万使ってました。3800万。ここは東大、今話題のベストセラー超整理法でおなじみの野口教授にお話を伺います。研究室を引っ越されたばかりという野口教授ですけども、今この前、目の前にあるマシンが一番最近使ってらっしゃるものですか？そうです、これは IBM のアクティバですね、この研究室にもあのデスクトップ富士通のデスクパワーがあるし、それから東芝の機械もありますし、それから家にあるのは9821ですし、それからあの要するに外出するときに持ち歩いている機械はね、あのオアシスのポケット3とか、それからまあビブレ
とかですね、はいはい、そういう機会がいくつかあります。私はMS-DOS の時にはアープロは MATS を使ってたんですがね、MATS っていうのは非常にいいソフトだと思ってましたね、っていうか MATS を使うために私は9801を買ったんですけどね。あ、なるほど、今週は CD-ROM ベスト10、ゲームありエデュテイメントありのチャート、第7位はフライトアンリミテッド。マイクロソフトのフライトシミュレーターのライバルがついに出現、現実により近い条件で飛べるのがグッド。第2位は物の仕組み大図鑑。日頃気になっていた物のメカニズム、専門書で調べるのは多分大変だが、これ1枚あれば手軽にわかる。マンモス君が物知りワールドへ案内してくれるぞ。人の数だけシステムがある。独特なシステムを使う人はやっぱり人間も独特だったな。僕も帰ってすぐにモニターを斜めにしなくっちゃ。じゃあ次回もお楽しみに。今回はインタビューに新技紹介バーチャファイター3、禁断の髭や徹底攻略はスーパーマリオ64、ファミ通だけの気になる続報サガフロンティアなど、週刊ファミ通400号ファミティサービス中。アスキー、戦争なんて嫌いだ。本格的ウォーシミュレーションゲーム、大戦略エキスパート WW2。 戦争はゲームだけでいい。今週のプレゼントは国語辞典、英和、和英など書斎に欠かせない5つの辞典を CD-ROM にまとめたソフト辞典版を5名様に。プレゼントのご応募はご希望商品名、番組の感想を添えてこちらの宛先まで。発表は発送をもって返させていただきます。この番組はアスキーの提供でお送りしました。